リラージュニュースの編集を務めています川名と申します。今日は小沢良二様にお話をお伺いしたいと思います。はい、今回ですね、大変貴重なお時間と、機会を作っていただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。小沢良二と言います。静岡県の島田市で、プログラミングと、英語の、子ども向け塾を立ち上げました。それで、ですね、はい、で、まあ、今回ね、リライズニュースさんの、ね、カナダに、このような機会いただいてね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは早速質問の方入っていきたいと思うんですが、小沢様は描かれている夢とかビジョンは、どういったものでしょうか。お聞かせください。まあ、子ども向け、まあ、今の世の中ね、まあ、今っていうか、特に、まあ、今まで競い合ってね、生きてきて、で、競い合うことによって、なんか生きづらいっていうようなね、そういうようなこともあったりすると思うんですけども、大人も子供もね、助け合って生きる世の中に、ね、なってほしいなって思って、そういう思いで塾を立ち上げました。特にね、こう競い合うっていうことについて、あんまりね、なんていうの、子供の時から競い合うのはおかしいみたいな感じで、例えば運動会で手をつないでゴールしたようなこともあったんですけども、で、実際、そういう運動会では手をつないだのに、試験勉強はもう命がけでね、偏差値競ってね。で、もうね、もう失敗し、受験に失敗したらもう落ち込んじゃってどうしようもなくなっちゃってね、っていうようなね、そんなような時代があったんですけども、正直、社会人になって、もう、ね、これからの人生100年時代ね、22歳大卒、まあ、高卒なり大卒で卒業して、そこで就職して、それが別に、それによって100歳までね、保証されるわけじゃないので、ただ単のね、小さなポイントなんで、まあ、100歳までね、明るくね、生きられるためにはね、やっぱり、ボタン、そう、いろいろ波があって、まあ、成功しているときはいいけども、どうしてもね、壁にぶつかったりしたときがあるときに、助け合って、助けを求められるようなね、で、お互いに助け合えるような、世の中になってほしいなって思って、塾を立ち上げました。ありがとうございます。いや、そのお互いに困った時に助け合って乗り越えていくっていうのは、特に人間関係が希薄になっているって言われてる中ですごく大事だなって私聞いてて感じました。それを、子ども運動会の、ね、話でね、言うと、運動会で悔しい思いをした方がね、そういったその悔しい運動会なりね、クラブ活動でね、負けた思いが、悔しい思いが、そういったね、本当の人生の正念場で、役に立つんじゃないかなって思ってるんで、だから、まあ、そういった場面を、学びの中でね、経験っていうかね、経験して、で、まあ、あと、仲良くね、話ができるような場面を作っていきたいなって思ってますね。ありがとうございます。そうしましたら、そういった夢を具現化するために、どのような目標や計画っていうのを立てておられるでしょうか。子ども向けにね、友達と協力しながら、問題解決するレッスンを用意して、まあ、それを定番化するようにしています。で、まあ、それと、まあ、もう一つは、
このコロナ禍で、正直ね、子ども向け、2020年の、教育改革に照準を合わせて立ち上げたんですけども、コロナ禍で集客がすごく難しい状況なので、大人向けにも今、展開を始めて、大人向けにもね、夢探しとかね、夢実現に向けてこうサポートしてこう、いけるようなね、そんな展開を今目指しています。はい、ありがとうございます。そうしましたら、そういった夢を具現化しているのに、現在どのような活動指針を持って、どのような活動をされておられるでしょうか。そうですね、その子ども向けのレッスンですけども、このレゴを使ったレッスンで、例えばこれなんかはこう、これレゴなんですけども、レゴで動くんですね。これ扇風機で、これはスパイロボットっていうんですけども、これはここには人工衛星で、ここを軸にこうぐーっと回るんですけどね。こういったものを動かしながらね、初めはただ、これ見えるかな。見えます。こんなような記号で、これで動かして、やるんですけどね。ただとりあえずこの記号でこのレゴが動くんだけど、動かせば簡単に動けちゃうんですね。もうこれ5歳から10歳なんですけども、それで低学年の子はもう簡単でもね、簡単に動かせます。でもこのそれぞれの記号を、説明するっていうことによって、プログラミングの、基礎っていうか、もう素地につながるね、基礎の前の段階の耕すっていうようなね、そういった方の、ところに、働きかけようかなって思ってるんですね。このプログラミングの一個一個のこう説明をすることによって、その素地が鍛えられると。そうですね。記号を、説明することによって、まずプログラミングのこう言語の原理というか本がしっかり身につくっていうことで、でそれをこう話し合うことによって、この知識が定着して、でその表現の仕方も子どもによって違うので、一つの記号もね、言葉のね、表現の仕方も違うんだから、友達 の, その説明を聞くと、こうそういう言い方もあるんだなっていう気づきとかね、そういったことで、知識が広がるっていうか、応用力が ついたり、そういった広がりですね。あと、これをこう与えられた問題だけやるだけじゃなくて、こう自分でこう問題を、じゃあこういう、今度こういうふうに動かしてとかって、そういう自分で問題を作ったのを友達にやってもらったりする中で、想像力とかねがついていくっていうようなね、そういうような展開にしてますね。で話しながらやるので、コミュニケーション能力が上がりますね。でだからそれによって、こうじゃあプログラミングによって何ができるのかっていうことがをこうしっかり身につけていくっていうことですね。でこれ自体が日本語能力を上げるっていうことは、英語の素地っていうか、英語の学ぶ準備段階で必要なことなので、そういったことにもつながりますね。で
学びが進めばね、こういったこの一応こういうふうに、ね、こんな感じで高校のボードの上を電気があるからこれをこうこのさっきの人工衛星がこう動かすっていう、例えばここオリジナルポジションですよっていうことで、はい、ここから30 degrees って言ったら30度ね動かしなさいっていうような、うん、僕の方で45 degrees っていうと子供がプログラミングでこの45度動かすっていう、英語の指示によってこのロボットを動かすっていうようなね、はいはい、そんなレッスンですとか、あともう本当得意な子が来ればね、英語が得意な子が来ればでロボットも得意になれば、その子がリーダー的な子がこの先生の役割で、うん、じゃあ90ディグリーって子供が言って友達がじゃあそれを動かすみたいなね、うんうんうん、そんな感じでこうのレッスンの場っていうか実際の体験の場に用意して、もうだからある意味ロボットを使った職場みたいな、でしかも英語が飛び交うグローバルな職場体験みたいなね、そんなイメージで作ってますけど、やってます、準備をして、はい、ありがとうございます。しかしたらそういうことをやってる中での大事にされてる指針みたいなものっていうのはどういったものがありますか？そうですね、とにかく、友達同士がこううまくこう、噛み合ってねこう、はい、話していけるようなね、うんうん、そんな展開をですね準備していますけど、なかなか、うん、子ども同士で話すって言っても初対面でねなかなか話しにくかったりもしますけどね。ああ例えばじゃあチェックが終わったよっていうとこうサインをお互いにするんですけども、その時にシールを用意して、じゃあまあお寿司のシール用意したら、じゃあお寿司何が好きっていう、じゃあお寿司好きなシール貼りますみたいなね、うん、そんなようなことでこうだんだんにこう気持ちが寄り添うっていうか、そんなような場面も一応考えてはいるんですけどね。あありがとうございます。まあ、プログラミングを学びながら、そういう素地が鍛えられながら、やっぱこう人と仲良くなっていくっていうところがすごく大事にされてるっていう感じでしょうかね。うん、やっぱりこう人生生きててこう人と仲良くなっていくのがね、一番幸せが膨らむと思うので、そう人と仲良く、友達と仲良くなり方をね覚えてもらえるのが一番嬉しいなって思ってますね。はい、そうしましたら、今のようなこうビジョンを、持つようになったきっかけとか、そういう出会いの中でどういった発見が終わりだったんでしょうか？うん、そうですね、僕はずっとほとんどがねエンジニア、電気エンジニアとして工場で、はい、こういった実際にこういったプログラミングを使って機械を作ってたんですけどね。で、だけど、で、まあ、ある程度、で、まあ、事情があって39歳で、英会話を趣味で始めたんですね、まあ、いろんな展開が、はい、うん、で40過ぎて、子供ができて、でそしたらすごく子育てに興味関心が向いて、絵本をすごく読んだりしてね、するところから子育てに関心が向いて、でちょうどその頃こうリーマンショックがあって、で自分も転職したいなって思いがあって、で最初はこう英語が使えるエンジニアを目指したんだけど、でそのリーマンショックでエンジニアになり手が募集がなくなっちゃって、あでそのまま勢いでそのまま英語教育の勉強をし始めて、はい、
で46歳で、通信制大学で学んで、で中学校英語の教員免許を取って、で中学校の英語の先生一応目指したけども受からなくて、でもやっぱりじゃあ何かしようということで、53の時に教育業界に完全に転身ということで、そしたらあの ICT 支援っていう仕事、あの隣の町で、iPad 一人一台支給で、子どもも先生も iPad 一人一台支給、そういう、ところの支援をするっていうお仕事と出会って、はい、でそこでこのレゴを使ったプログラミングと出会ったんですね。でこれは、まあ、僕がエンジニア時代にやってたものと同じなので、ね、ああじゃあこの英語学習とね、この、まあ、僕のエンジニア経験と融合できるなっていうのを思いついて、それで55歳で始めて、まあ、今57歳ですけども、はい、そんなところですね、流れですけどね、今まで、うん、ありがとうございます、はい、あの子育てその、うん、絵本から結構子育てに興味をこう広がったっていうことをおっしゃったと思うんですけど、まあ、このつながりっていうのはなんか絵本を読むことによって、うん、そうです、あの絵本のあのそうです、ずっとこう娘に絵本を読んで、はい、すごくあの感動をし、まあ絵本自体にも感動したし、で、娘がこう喜ぶ顔とかすごく楽しくて、なのでずっとねこう、まあ、2歳からどのぐらいだろう、2歳から7歳、8歳くらいまではずっとね、はい、小学校2年生くらいまでずっと読んでましたね。でまあ 3年生4年生でもまあ時々読んだりして、そのぐらい10歳くらいまではずっと結構、まあ、娘と、ね、あのいる時間が長かったんですけどね。ありがとうございます。はい。あ、そう、ちょっとね、この、このまあ、レゴのプログラミングとちょっと微妙に外れるけど、この、あの、YouTube 動画でね、ありがとうの本のね、動画とかね、うん、もう、あの、アップしてるんですけど、その辺を、あの、見ていただいたんですか、もしかして。この、あ、まあ、そうですね。はい。そう、あの、僕を、あの、こう、選んでくれたっていうところら辺もね、あの、どう、こう、このインタビューに選んでいただいてすごく嬉しくて、でその どこでねこう何を見てこう僕を選んでくれたかなみたいなね、うん、そこら辺ちょっとあの教えてほしいなと思ったりもするんですけど、あでも先ほど の絵本の動画っていうのを私も拝見させていただいて、うんうん、っていうのは一個大きな決め手っていうのと、あとあのプログラミングと、うん、あの英語を活用した、うん教育っていうのを、まあ、されているっていうところで、うんまあ、これそのだからその絵本っていうのが、うん、私のイメージですけどね、子どもの感性を育てるとか優しさを育てるとか、うん、なんかそんなイメージがあって、うん、でプログラミングっていうのはこう最先端のこれから必要な知識とか技術っていうところを、まあ、英語もそうですね、うんっていうのをこう学んでいくっていうのに、その心と知識っていうんですかね、そこをこうなんか両方大事になんかされているでは、うんうん、あっていうなんかそういうこう印象を私は持ちまして、うん、であの話聞いてみたいなっていうのでアプローチさせていただいたっていうのが、うん、はいあります。ありがとうございます。そうあのコロナ禍であの集客できない時にちょうどありがとうの本っていう絵本とを紹介してもらって、でじゃあこれをあの、まあ、英訳して小学校で読み聞かせしようかなみたいな思って英訳して、そのしながらあのあこれこのロボットとあこれ今ちょうどここに用意してないけどロボットがこう走りながらあのその絵本を、ね、読み聞かせるすると動画作ったら面白そうだなと思ってそれで作ったんですね。でそしたらあので著者にあの一応
承認をもらって、それで流して、で著者とあの話をする機会をいただいて、たらあのその読み聞かせ100人リレーをあの始めたいよ、始めたいけど忙しいっていう話だったんですね。で、あの僕がじゃあ、でそれもう一つはそのじゃあその読み聞かせ100人のいろんな人が読み聞かせする中にそのロボットが時々出演したら面白いねってその著者が言ってくださったので、あ、それじゃあ僕あの担当しますよっつって、ということであの読み聞かせ動画をね、うんうん、はい、あの担当させてもらって、はそれ で, す、ね、はい、それでこう、うん、すごくね、あのそれはそれで、はい、やらせてもらってね、結局まあ100人の途中でこう、まああのコロナも、まあ、一時落ち着いたっていうかね、あの緊急事態が終わって、で、まあ、普通 に生活になりかけた時に、まあ、あのその後あのまたその、著者の方のねあのグループであの動画を作ってくれた、続けてくれたんですけどね、うんうん、なのででもまあ自分の方60人まあ、要は担当させてもらったんですね。60人とあとまあプラスアルファや お願いしたんですけども、はい、でそれを今ツイッターでね、あのこう1日1人ずつ紹介させてもらってて、で結構ね皆さんからも、ね、あの人気ありますね、すごくね。うん、やっぱりこうありがとうっていうね気持ちがね、こう言葉がね、あのすごくあの優しい気持ちになるし、こうありがとうの言葉の力って大きいし、もうですね、話がねあのず飛んじゃうけど、まあ、僕フルマラソンやってて、で39キロ地点で、あの絶対絶命で初めてのフルマラソンで、あのもう走れないっていうような時に太鼓の応援団がいて、そこに太鼓の応援団にありがとうって言ったら、もうなんか知らないけど、ね、力がむちゃくちゃ湧いてきたんですね。それで、あの、ありがとうって言いながら、ありがとう、ありがとうって言いながら、あのフルマラソン完走できたんですね。うんうん、で、その時、本当にもうびっくりしたのは、ゴールが5時間55分だったんですけどね。55歳、初野田さん、5時間55分のね。すごいエンジェルナンバーだったんだけど、まあ、そんなようなエピソードがあったんだけど、でそれからまあありがとうっていう言葉は愛するようになったんですから、ね、でありがとう その絵本紹介してもらった時にすぐ反応して、そういう展開に、まあ、まああれよあれよっていうわけで、ね、すごくなって、うん、でその絵本のね、あの The Book of Thank You っていうことで英訳版まで、ね、出していただいて、ね、すごくあのラッキーな展開にあのなってます、そちらの方ではね、はい、あ、はい、ありがとうございます。そうしましたら、そういった、出会いとか、気づきとか発見の、うん、さらにその背景にはどういったものが終わりだったんでしょうか。うん、そうやっぱエンジニア時代からこうやっぱあれですね、腸を病んで、はい、あの腸、まあ、それこそあの英会話を始めた頃からあのお腹痛くなりでして、うん、でその腸があの最初は過敏性大腸炎って言われたんですけども、であのそれとお腹の調子が、まあ、こう1年に1回ぐらい調子悪くなってこう検査してとかって、そんな感じでそれが1年に1回悪くなったのが、あの次10ヶ月に1回とかってだんだん体調悪くして、そういうところからこうあのまあだから勉それをこうあの絵本とかね、あの英会話 の、練習とかでそっちの方でこう気を紛らわせながらあのやっていたんですよね。でそういう中で、であと、内観っていうのを受けて、でこう感謝の気持ちっていうのを、感謝することによってそのこの腸がすごく健康状態になれたっていう部分があって、
で、そこからこう、感謝とありがとうっていう気持ちがすごく湧き出るっていうようなね、そんなような生活ができたっていうところへんから、こう自分の人生が、それそのところ45くらいだったんじゃない、そこから徐々に上がってきて、で、まあ、ずっと勉強して、勉強とね、経験をずっと積み重ねてきて、ようやく今こういう状況にはなってきてるところですよね。はい、大腸炎というのはなんか仕事のストレスだったんですか？そうですね、仕事のストレスで、ですね、こう話が下手だったんですね、もう自分本当、何かこう、じゃあこういうプログラム、こういうふうにしてくださいって言われたときに、いや、もっとこういう違うようにやった方がいいんじゃないのって思ってもうまく説明できないから、お客さんの言うようにそのままプログラムして、そうすると後からやっぱりこうしてって違うように直すように言われた時に、心の中ではやっぱそうだろうみたいな感じで、で、まあ、実際もともと最初が自分が考えたような感じでプログラムし直したりね、そういう仕事して、で残業手当もらうからそれでいいかなって思ってたんだけど、はい、だんだんこう30後半になってきて体力的にも弱ってきて、うんうん、でそういったことでどんどんストレスが溜まってきてですね、であと、まあ、42で子供ができたんだけど、ですごく嬉しかったけど、この先ちゃんと育てられるのかっていうようなね、そういったプレッシャーもすごく大きかったですね。その2つがあれだったですね。で、だったが主な原因だったと思うんですけども、うん、ありがとうございます。そういう経験から今の活動があったんですね。もともとね、こう話が下手だったんだけど、こう英会話の学びによって、英語ってこう誰が何をいつどこで何したかってとりあえず主語を必ず言わなきゃならないとかね、こう言葉に常に説明するっていう、そういう習慣がこうついたんですね、英会話の学びから。でそれによってこう日本語でのコミュニケーションもだんだん下手じゃなくなってきたんですね、うん、でなのでそういった意味でもね、こうさっきの一番最初の話に戻るんですけども、子ども同士がこうプログラミングの記号を説明し合う中でだんだんこう話上手になっていくっていうね、そういう展開が生まれるというね、そういうことをね、思って考えてはいるんですけどね、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ誰でも仲良くですね。うん、で、しかも向上心を持ちながら助け合っていくっていう、うん、まあ、そういう関係性が溢れる世の中っていうのを、うん、ぜひ私も共に見てみたいなっていうのを、はい、感じました。はい。はい、今日は、小沢良二様。はい。はい、まあ、今一番こうして話しているのはね、今年今、2021年の、今6月の収録ですけど、今年2021年の夏にね、この、はい、今向けて電子書籍をね、出版準備をしていますのでね、はい、なのでその辺をまとめて、まあ、これからも、ね、展開していきたいなっていうところですね。はい、言われているか、はい、はい、ありました、はい、今日はですね、本当貴重なお時間とお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。